さんこんにちは。私セールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは話が長い人の改善ポイントです。本日はですね、作花について解説をしていきたいと思います。作花と覚えてください。サクサク正確に話をするから作花ですね。この作花の範囲語はグズバナです。この書籍には2つのことが書いてあって、大きく分けると1つは作業効率を上げるためのサクタスが書いてあります。もう1つは会話効率を上げるための作花のことが書いてあるということですね。やっぱり仕事の生産性を上げるためには作業効率だけではなくって会話効率を上げていくっていうことがとても重要だということですね。皆さんこういうことはあると思うんです。組織マネージャーが部下に対して何か依頼事項をしたとしますよね。その時に、部下が分かりましたって言って何か仕事をしてくれるんですけど、成果物を見てみると、いやこうじゃなくってこう言ったじゃん、なんでこれできてないのっていうことありますよね。これ何時間かけたの？ 3 時間？いや3時間無駄じゃんか。ちゃんと私が依頼したことをね、やりきってくれよって、組織のね、リーダーマネージャーは言いたいと思うんですけど、こちらの書籍に書いてあります。ミスコミュニケーションは話し手が 100% 悪いということで、いやいやいや、チームリーダー、チームマネージャーであるあなたの問題ですよということです。ミスコミュニケーションは確認と質問によって回避できるわけですね。で、確認と質問というのは、どちらかというと依頼された側、提案された側、つまり部下もしくは組織メンバーがすることですね。ですからこの動画見ている方で部下とかメンバーの方であれば、必ず質問と確認をしていただきたいと思います。でもね、私の動画はほとんど経営者かマネージャー、組織マネージャーの方が見ていますので、話し手の方だと思うんですよ、受け手ではなくって。ですのでここに書きました。優れたリーダーは部下を見ていない。この書籍に書いてあるんですけど、皆さんの問題ですよということですね。喋り方、話し方が問題があるからだということです。で、短く話せばいいかっていうと、やっぱりそうではないんですよ。省略してはダメだっていうことをですね、かなり詳しく書いてあります。ぜひ書籍でね、確認していただきたいと思います。どんなに上手に話してもこれを省略すると全てが水の泡という、ことが書いてあるんですね。何を省略してはならないのか、3つ書いてあります。この中身もね、しっかりと確認していただきたいと思うんですけど、今回は話が長い人はやっぱり良くないよということなんですね。で、その前に話が短い人っていうのはどういう人なのかっていうことをまず解説したいと思うんですね。ちなみに話が短いっていうのは物理的な時間が短いかどうかではないです。感覚的に短いということです。ですから実は物理的な時間は短いんだけど、この人話長いなって感覚的に思うっていうことがありますね。つまり要領を得ないような話し方をする人っていうのは、はっきり言います、話が長く感じられるということなんですね。しかしながら意外と話長く喋ってるんだけど長く感じられない人っているわけですよ。ここがねすごくポイントだということですね。作花のコツは木をイメージすると、書籍に書いてありますので書籍をご確認いただきたいと思います。ですので話の論点があって、その論点を補助する枝みたいなものが、その枝を補完する葉っぱ、エピソード集っていうのがあるわけですね。ですのでこれをまとめて喋るとはっきり言います、ちょっと長くなるんですよ。短くパッパッパッと終わるはずがないんですね。しかも今は多様性の時代です。同じような価値観を持っているようなメンバーばかりとは全く限らないんですね。ですからお互い前提知識とか前提の条件みたいなものが違ってくる場合があるので、必ずそういったところも省略しないということですね。こういうこと分かってると思ってたよとか、俺がこう言ったら普通こう感じるじゃんか、分かんないって上司が言っても、いや分かんないものは分かんないですよっていうことがあるんです。ですから手戻りっていうのは非常にね、生産性悪い仕事になっていきますので、そうはさせないためにも省略してはいけないことはね、絶対省略してはならないということですね。これが作花のコツであるということです。で、話が長い人っていうのはどういう人なのかというと、結局はこれ消しますね、消します。これではなくてどういう
あれかというと、まずこういったね、全然違うところが話していくんですよ。で、この葉っぱの中の論点がたまに見えてくる。で、なんか全然違う話が出てきて、で、こう枝が出てくる。で、ここら辺の話をして、このなんか枝が出てくるという感じ。で、またここら辺の話をしたり、ここら辺の話をする。そうすると聞いてる方は何が何だかよくわかりません。ですので、わかったって言われると、わからないけど、でもなんかわかったような気がするんで、いや、まあなんとなくここら辺のことをやればいいのかなっていうこと。まあこれはちょっと忘れちゃって。で、実際に、できました部長とかね。こんな感じでよろしいでしょうかって言ったら、なんだこれって。これ、要点わかってんのっていうふうに言われてしまうわけですよ。ですので、まあ私がもしね、客観的に見ていて、こう、論点を整理すると、部長、結局部長がおっしゃりたいことっていうのは、こうなんじゃないんですかと。で、これ喋ってないですよ。で、ここと、ここと、これが。で、これについて喋りすぎ。で、これ喋ってなくて全然関係ない話してる。で、ここもちょっと喋ったんですけど、まあ、付け足し程度。ですから、一番肝心なところが全然メンバーに伝わってないですよ。それはうまくいかないですって。ということですね。ですから、実は長さで考えると、作話してる人とそんなに時間変わらない。にもかかわらず、聞いてる方はね、長いなぁとか思うわけですよ。結局何が言いたいんだ。結局この人が言いたい論点って何なんだってなっちゃうわけですよ。ですから、もしその人が部下だったりすると、上司は、結局何なのって言いたくなるじゃないですか。結局どうしてほしいわけ。さっきからいろいろ聞いてるとなんか言い訳ばっかりしてるし、結局のところ目標達成するの？この仕事をやれないって言ってるわけ？で、その仕事ができないんだったらどうすればいいわけ？こっちに考えろって言いたいの？って質問すると、いや、そういうわけじゃないんですよ。私が言いたいのはうんちゃらかんちゃら、うんちゃらかんちゃらでって。で、それを聞いててもよくわからないもんだから、こっちは整理したくなるわけです。うん、だから、さっきから聞いていてもちょっとよくわかんないもんだから、こうでこうでこうなわけと。いや、そうでもないんですよ。そうでもないんだったら一体なんだよっていう話なんですよね。だからね、話が長い人っていうのは頭がね、整理できてない感じなんですよね。これね、非常にまずい気がします。ですから、はっきり言います。サクタスチームのメンバーに選ばれません。そういう方は。ですから、訓練してもらわないといけないということなんですね。ですから、サクタスチームの当然のことながらリーダーは頭が整理できていないといけません。サクタスできないから。そして、サクタスするためには必ずコミュニケーションが必要ですよね。なので、作話してもらわないといけないんですよ。なので、作業効率のみならず、会話効率も非常に高い。そうすると皆さん想像できると思うんですね。ものすごいスピードで、そのチームっていうのは仕事が処理されていくということです。だって、作業効率も高いし、会話効率も高いわけですよ。もうそのチームの中でやるミーティング、会議っていうのはものすごいスピードで、処理されていくわけですよ。ただ時間が短いだけではなくって正確にできるということなんですね。ですので、そもそもこれって何でしたっけとか、なんでこれやったんだっけ、そもそものことってちょっと誰々さん説明してくれるみたいな、そんな会話がないということなんですね。ですので、サクタスチームのミーティングの仕方であったり資料の作り方みたいなことも書かれています。まあ当然ね、資料作りって非常に重要ですね。物事を省略せずに喋るためには、この口頭でのコミュニケーション、バーバルコミュニケーションだけではなかなか難しいですから、ぜひ皆さんにはね、この書籍を通じて作話をマスターしていただきたいと思います。作花の反対語はグズバナです。グズグズ言って要領がつかめない。そういった話し方をグズバナというわけですね。ぜひグズバナではなく作花を身につけていただきたいと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんには余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。この YouTube チャンネルに登録するだけで皆さんは余罪管理大学の大学生となります。ぜひ YouTube チャンネルに登録してください。そしてこの動画参考になった、気に入ったっていう方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そしてこちらの書籍もよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。